スノーパイ君のぬくもりは。皆さんこんにちは、モードへののりです。今日はですね、ちょっと皆さんにご紹介したいチャンネル、 YouTube のチャンネルがあるんですよ。皆さん好きな YouTuber さんっていらっしゃいますか？最近さ、 YouTube ってなんだろう、いろいろね、教えてくれるチャンネルって多いと思うんですよ。やっぱり今ね、ほら巣ごもりの時期になりましたので、また年末年始ね、外出ができない、したくてもできないという方が多いと思います。家でもね、楽しく過ごせるチャンネルを今日は紹介したいと思います。もう、ね、最近私めちゃめちゃハマってて、この方さきこさん、ボイストレーナーのさきこさんなんですけど、なんとですね、 K-POP の曲を結構やってくださっていて、で今回ですね、ちょっと私ボアのメリクリ、ボアさん大好きなんですよね。ボアちゃん大好きなんですけど、そのメリクリのね、歌い方の動画があったので、こちらですね、ちゃんとさきこさんの方に許可いただきました。連絡してありがとうございます、ご了承いただいて。でこの歌い方をもとにですね、今日ちょっと皆さんと一緒にね、よかったら一緒にね、練習してみてください。で実際に私はと練習するのは軽くな感じで、さきこさんの動画ぜひチェックしてほしいです。私ね、結構ツボだったのが、BTS のダイナマイト、あの曲私大好きなんですけど、まあ自分じゃ絶対歌えないと思ってたんですが、さきこさんが教えてくれるとね、歌えます。しかもごめんなさい、本当にね、いちいち面白い。ぜひ見てほしい。私のチャンネルが好きな方、私のチャンネルを見に来てくださってる方だったら絶対好きです。ぜひ下のね、概要欄にリンク載せておくので、チェックしてみて、自分が好きな曲、歌い方の解説とかあったらチェックしてみてください。では早速ですね、一緒に歌練習していきましょう。あ、ちなみにアイズワンのパノラマ歌い方解説最新でアップされたので、こちらもよかったらね、皆さん歌ってみてください。では行きましょう。ハッシュタグボアになりきるですよ、皆さんなりきりましょうね。いや、めちゃめちゃ歌うまい、本当に歌うまい、絶対に歌いきる。これね、佐々木子さんの動画何か面白いって、ハッシュタグが面白い、ハッシュタグが。で実際に佐々木子さんが歌ってくれて、その歌のところをね、このまたね、なんつうの、歌詞を書いてくださってるんですけど、それがね、分かりやすいんですよ。でそれをもとに歌の練習をしていくんですけれども、でちょっとね、フルフルで流すわけにはいかないので、飛び飛びでいきますが、よかったら一緒にね、練習してください。実際にまず歌ってくださるので、よく耳で聞いてみましょう。繊細という暴力、はい、これポイントですよ。韓国語のっぽく歌いたいとき、
こういうねポイントが咲子さんの歌い方講座めちゃめちゃあって本当に勉強になるのでぜひ K-POP が好きな方ぜひチェックしてください。コンビニでお茶ここですね、うん、コンビニいます。コンビニでお茶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 飲んでうまい。はい、サビこんな感じ。やばいんだが、これがやばいのマジで。やばすぎ。ずーっとずーっとこの地声と裏声の切り替えがめっちゃ難しいよっていうのと、そばにいて高いんだよねこれ。高い。高域から高域のこのつなぎのところでずっと高い。ずーっと。抜くんかい。君を見つめてたい。深そう。さきこさんが病むなら私はもう大病みです。あ、聞きます。はい、スノーノー君の仲間にはむずいこれ。あ、おいおいおい、わかる。すごいね。君の仲間には。難しい。うまいうまいうまい。優しい。したものを出しておきます。こちらです。どん。ありがとうございます。なるほどね。天使、天使、天使って呼んで。ずっとずっとそばにいて、大好きな君を見つめてたい。スノーフライ君。これはとても歌いやすいです。でも一個前も勉強になります。ありがとうございます。むずすぎ笑った。でも面白かった。本当に、いや本当にぜひチェックしてみてください。